車でめちゃくちゃ緊張してめちゃくちゃビビったんで、もう大丈夫なのかなっていうのがあります。簡単に言うと慣れっていうか慣れたのいやワクワクですね。なんかでも、まあ、韓国映画とか結構こうグロテスクなものも平気で作品の数として多いんで、なんかそういうところでこの万力の世界観がどういう風に通用するのかが楽しみですね。いやなんかこれ僕は結構緊張してますよ見せたくないような気分はあるし、見てもらいたい人たちでもあるのかな。それは文化的にってことだと思うんですけど、長野さん、芸人さんでて、長野さん、すごく有名な、だから出てくる光景が地の翼かっこいいとかラブホテルとかわざと稚拙な幼稚なところあるかもしれないです。長野と斉藤匠くんがいいように混じって世の中に対してはちょっとはいラッセン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 今回50歳の女性をどうだますかっていう、ずっとお金をくれるようにするにはどうしたらいいかというのはすごい真剣に考えました。はい、この映画を僕らが多分やりたいことが全部詰まったものができたことに、一映画ファンとしてとっても満足してます。でもお客さんが決めることものだと思うので、映画は今日皆さんが見た万力というものは皆さんが一人ずつ評価してください。その評価が万力のこれからどこにフライトできるかってことが決まるので、厳しく、ジャッジしてください。本当にありがとうございます。感謝メーター。いや、すごい良かったんですけど、その上映中、監督が携帯してちょっと光ってるのが部活イライラしてる。それぐらいですね。僕は最後でした、スウェーデン。iPhone でずっと見てたんで、そうか、そうだ、俺もそう。大スクリーンで見れたのが一番嬉しかった。そうですね。やっぱ笑ってくれるっていうリアクションが結構的確だったなと思いましたね。昼過ぎまで理由が分かんないし、そうブランクに関わってたじゃないですか。だから僕としてもブランクモードだったんでなんじゃこの映画と思ったんですよ。